バットマンは EC コミックスの出版するアメリカンコミックスに登場する架空のスーパーヒーロー。およびコミック、映画、ドラマ、アニメ作品のタイトルである。アーティストのボブ・ケインと作家のビル・フィンガーによって創造され、1939年にナショナル・アライドが出版した1939年5月のデテクティブ・コミックス27で初登場した。 契約の問題でケインのみ原作者として報酬が支払われていたが2015年9月に DC エンターテイメントはフィンガーがバットマンを創造した報酬を受け取ることを明らかにした。フィンガーの遺族と DC は交渉しバットマン vs スーパーマンジャスティスの誕生とゴッサム、ゴッサムの第二シーズンの報酬を初めてバットマンの作成者として受け取った。コミックブックには ビルフィンガーとボブ・ケインによって作成されたバットマンと表記された。2014年には75周年を記念する動画が制作されている。バットマン、ストレンジ・デイズ・ユーチューブここでは主にバットマンの関連作品について記述する。キャラクターの詳細はバットマンを参照。キャラクターの設定は幾度か変更されている。突起がない限り現在の設定を示している。 上記作品については、バットマン長編の項を参照。上記作品については、ザ・バットマン長編の項を参照。6本の短編アニメーションを集めたオムニーバス。スタジオセッシオ温度、プロダクション IG、マッドハウスがアニメーション制作を担当している。ありがとうございます。